海人さん、メイベント、はい、要デスマッチのレフェリーデスマッチですけども、いや大宮に続いて2回目、今日はもうアジャがですね、このアジャ の最近のアジャの姿を見るたびに、またこのドラム缶を見ると、いやこいつメインイベンターになっちゃったなって思いますね。いやあっという間にスピードシュースですね。はい、はい、またこんなこと言ったらブル様に失礼だけれど、今のアジアの勢いを見てると、はい、ブルー中野が全日本女子プロレスの化石に見えてくるね。あら化石これってさ、内藤さん、はい、全日本女子プロレスの、あ、全日本プロレスね、はい、昔テリーファンクにね、スターハンズがいましたね、生きた化石になれって。あの状態に近いんじゃないですか。はっきり言うと、斉藤さんそこまで言ってしまう、僕知らないよ。後でスタンハンセンをコテンパンにやっつけた時のスタンハンセン、テリーファンクをコテンパンにやっつけた時のスタンハンセンのね、境地だと思う。そうですか。ところが、はい、ところが今こんな衣装を出てきたね、ブル中野を見ると、クリオパトラですか。まだまだ負けちゃいねえね。この意地がいいやね、意地がね、エースとね、やっぱりブル様の壁も厚いね。今日はね、内藤さん、予想はどうでしょうかね。何はともあれ、完全決着をつけてくれれば、うん、僕はもうそれでいい。そうですか、うん、完全決着ということで。そうですか。完全決着っていうか、うん、納得のいくね、形、ハサミ。納得のいくね、ノックアウトだろうと、スケープだろうと、綺麗な形のフィニッシュといいますか、はい、わかりました。試合の結末ですね、はい、があれば、ブル様の壁は厚いんだから、またアジャとの戦いはね、はい、今日クリーンな決着がついたとしても、戦いの絵巻そのものは終わらないと思うんですよ。なるほど、はい、はい、そうですか。9月1日、大宮スポーツセンターにおいて全日本女子プレス史上初の川上ですが、続いて2回目ですけども、またね、ブルーに1回勝ってもブルーを超えたことにはならないんですよ。やっぱりね、こういう試合ね、ユニバースの浅井選手なんかね、どういう風に見てるかね、私やっぱり知りたいですけどもね、興味はあると思いますけどね。浅井選手なんかね、はい、本当この試合ね、どういう風に見てるかなんて、私ね、一言聞こえたらね、幸せなんですけどね。後で聞きましょうね。聞きましょうね、うん、でもね、浅井選手なんか勉強熱心だからね、見てるでしょきっと。勉強熱心だから、うん、見てますよきっと。どんなプロレスからでも学ぶものがあるってことを知ってると思うんですよね。なるほど。まあ、試合がですね、場外からリング内入りましたけども、ここからがケージマッチの始まりね、うん、そうですよね。またケージマッチっていう試合方法の是非自体は、ここでは論じないようにして、賛否もありますからね、うん、ありますから、はい、ただからこういった形で、はい、セコンドの乱入を、うん、防ぎ、うん、1対1の決着ができるんであれば、はい、まあ、この試合方法もありかなとは思いますね。ね、前回はレフリーが加担したというやっぱり状況がありましたんで、今回ノーレフリー、ノーレフリー適切で、斉藤さん、だってケージマッチにレフリーいらないでしょうが。そうね、はい、だってノックアウトだけでしょ、ま、たアメリカもそうですか、斉藤さん、当然。そうですね、またレフリーのいない試合をスペシャルライトアウトマッチなんて呼ぶんですよね。ライトアップ、ライトアウト、ライトアウト、うん、要するに、まあ、ライトアウトって言ったって真っ暗の中で試合をするわけじゃなくて、レフリーがいない試合を言うんですよね。レフリーがいないって言うんですよ。あ、無理だろうこれは。いくらブル様でも今のもね、あ、おや、今のブルのパンチで場内の照明は落ちてしまった。ハプニングです。闇に照らされたスポットライト2点。いやー、これはまさしくすごい状況になっちゃったな、これ、これは突発的なアクシデントでも言うべきでしょうか。なんと横浜体育館の、あー、来ましたけどもね。いやー、何か今日のやっぱり試合のフィニッシュのなんかね、物語ってますね、ちょっと怖いっていう感じがします。偶然とは思えないな。カーフブランディングとかね、少しずつね、自分の攻撃にもね、ブル様のレベルになったって少しずつカラーを付け替えてる。今裏剣ですね。いや、落ち方が尋常じゃなかった。今金網で後頭部、金網に後頭部を擦りつけながら、そのまま落下していった、今の危険ですね。裏剣、最近も一発ヒット18番ホールドが目白押しのアジャですけどもね、この裏剣っていうのもやっぱこれが流行るような技ですよね、斉藤さん。これはアジャ選手が、はい、なんていうのかな、得意技にしてた方がいいんじゃない。他の選手に真似させなくてね。真似させなくてね、まあ、真似したっていいんだけれども、一番破壊力があるのは私のでござるという、はい、
形を一つ作ってしまえば認められると思いますね。うわまた僕らがこうやって喋ったせいだからじゃないだろうけれども、どうやらアジャーもこの裏剣に随分こだわりを持ってるね。こんだけ使うってことは。そうですね。また格闘技戦ストリートマッチなんかの、はい、メドとの試合なんかも、随分裏剣がね、はい、有効だったもんね。裏剣有効ですね、はい、ボクシングでねラッキーパンチ以上のねほらバックハンドでしょ、バックハンドはボクシングでは使えないんですよね。使えませんね、はい、だけど空手には裏剣というちゃんとしてしっかりした名前があって、これ一つの方法だから、はい、こんだけしつこく使うってことは随分アジャ自身もこの裏剣というものにこだわってるんだよね。そうですね。またレスラーがその裏剣というのが今までなかっただけに、その防御策というのは斉藤さんまだだからずっとずっと使っアジャがこだわって使っていくことによって、はい、他のレスラーみんなも、うん、裏剣に対するね、はい、ディフェンスを身につけていくだろうし、みんなが裏剣に対するディフェンスを身につけたことによって今度アジャもまたもう一回勉強し直して研究していくだろうし、みんな相乗効果があればいいってことじゃないですか。いいですね、はい、プロレスっていうのは制約がないんだから、何でも技を使っていいんですよね。加藤さん、今これはですね、うわちょっとですね、もう危険っていうちょっともうこれ、ね、デンジラスですよ、もうこれは危険ですよ。何今の鉄パイプ、長いですね、2メートル上ぐらいの鉄パイプみたいな感じなんですけどもね。しかしアジャも、ね、アジャもタフだね。本当に斉藤さん、何度も球蹴ってしまうけども、おぉブルの裏剣ですか。裏剣だからね、やっぱりプロレスって心と心でやるスポーツでしょう。あんだけ裏剣やられたらやっぱり一発お返しするのもブル様の心情として分かるんだよね。裏剣を一回やった後はこれが私のものよっていうことでラリアットするに使ったでしょう。なるほど、だからプライド高いんですよね、ブルさんも、はい、今日はねこの横浜型一本はなんか中のボールがやや多いかなって感じもね、私耳しますけどもね。それほどね、今のアジャが憎らしいプロレスをしているってことだよね、若干そのエースのブルに反感利益が来てると不安の間からそういう感じですかね、皆さんね。あーこれはもうミステークですね。バイソンが投げたバケツで、やってみろこらというところでしょうね、ブルのね手元にねキャッチされましたけども、しかし頭の硬いブルも5発6発で殴っていくうちにへこんでいっちゃって角ができちゃうでしょう、尖ったところで打たれたらなお痛いわ。これこれはもう見てる私たちも痛い。何でもありっていうけど本当に、ああ今度はヌンチャクだ。ヌンチャクダブルです。ヌンチャクだ。これはブルースリーだ。燃えよブルですか今日は。ジー港横浜、ここ横浜で燃えろブル、エンターザーブル中野ということで、これは痛いブル。昔ね、タイガーマスクの第13巻あたりにですね、はい、出ましたね、マニアックな斉藤さん、13巻、いや、僕も好きでしたから言ってください。テレビの方じゃなくて、単行本の方ね、単行本ね、はい、タイガーマスク、オリジナルのタイガーマスクの13巻に13巻、うん、ラスベガスでタイガーマスクと偽タイガーが戦った試合で、はい、コロコロ転がっていくとリングに仕掛けがしてあって狂気がポコポコ出てくるという戦いがあったんですよ、ね、あら、忘れてしまった僕。それでメリケンサックとか棍棒だとか転ぶたんびにポンポン下から飛び出してくるんですよ。狂気が出てくるんですか。そう、それを拾って戦うんですね。そう、うわ狂気を持った方が優秀ですね、当然。だから最後はどっちかどっちか分からなくなっちゃう、ね、分からなくなって本物か偽物か。まあすごいな、今考えるとその戦いがこれ本物だと現実になっちゃったなと思って。そうですか。僕は結構ね、鉄パイプ出てきましたよね。僕はね結構ねノーマルでね、はい、日本で初めて要デスマッチを行えた昭和48年ですね。ラッシャー木村対ドクターです、はい、ドクターです。オーサーフリス大会館、これがその当時ですね TBS でオーナーされたんですけども、あのドクター S 誰だったか知ってますか。知ってます。ムースモルウスキーですね。マニアックですね、さん。それよりも、はい、僕は私子供の時見てたんですね、小学校の時、はい、ドキドキ、はい、だけどもですね、なんと TBS でオーナーされたらば試合途中、試合途中危険すぎてカットされてしまいましたね。そうですね。でそれ1回で終わりました、カナミクジャッジテレビ放送は。良くないってことでしょう。良くなかったんでしょうね。でもね、それ時代によって、あれは70年代の、はい、60年代後半かな、そうですね、70年代頭か
まあそんなもんでしたよ、今から17、18年前ですね。あのこの1990年代によみがえった金網デスマッチ、これは日本中のファンの方々に共有していただきたい、はい、そうですね。そしてこの CX にもちゃんとこの金網デスマッチの一部始終をテレビで持ってオンエアしてほしいと思います。 CX さんはやってくれるでしょう、絶対ノーカットはないと信じてます。だってこれは一つの大きな今の全日本女子プロレスの流れですから。流れですか、はい、そうですね、はい。ところで試合ですけどもね、あのダブルヌンチャクが出ましてね、そう、鉄パイプが出ました、それからドラム缶が出ました、ダブルヌンチャク出ました、そろそろフェースバスター来てますけど、ところでね、この場外の、ね、攻防っていうのもね、斉藤さん、メドゥーサ、バイソンがアジャサイドね、で、はいはいはい、井上京子がブリサイドね、井上京子が今もうやられてますよ、今、バイソンに。いや、メドちゃんに殴り勝ったの、最初。あ、そう、うん、うわぁ2段目からのエンジン入りですね。今日は創意工夫が見られるクレオパトラブル中野ですけどもね、ひょっとしたらほとんどのファンは今ブルーを応援してない。いや結構どこじゃないでしょう。いや僕はうん、9割方。あ、今度はバット、バットと、あれちょっとですね、これはバット吉永とバイソンがやり合ってるやってますね。メテサーしますけどもね、こちらにバットを農薬組んでますね。そこにメテサー入りましたけどね、リングの中はですね、これはエスケープするブルーをね、引きずり下ろしたブルー、あのね、アジャですけども、このエスケープっていうのもすごく難しいですよね。これ危険だよ、これは私ちょっとね、目を追いたくなってしまいますね。これは効かないでほしいなと思ってしまうのは甘いんでしょうか、皆さん。あー、ついちゃった、つきます。これはまして、ですね、ブル中野はですね、8パイプと1日で57杯という怪我をね、置いていますからね、この左足攻撃っていうのは、あー、ここでまた9月1日の同じような光景が展開されてますけども、ああいう顔だけじゃないんだね、関心を狂気で攻撃するって、まあ、こうなると喧嘩だから、はい、大体のすがすがしい試合は無理か、ゲージマッチだもん。そうですね、まあすがすがしくて、ハサミだよ、ハサミでちょっとですね、やだな、ハサミは。私、斉藤さん、はい、この間ですね、数日前に全日本プロレス世界最強タッグ戦でですね、昔の懐かしい場面でですね、パンクしてぶっちゃしてきてフォークがありましたけどもね、やだな、こういうフォークとかハサミは、ね、なかったんですよ。あー、ついてますよ、右腕を。クレオパトラブル中野がですね、右腕といい左足といいつきます。過去ですね、極真というのは日本でもプロレスが誕生していくつもありました。しかしフォーク事件といったらアブドラ・ブッチャーがテリー・ファンコ、そしてこのハサミというのは前代未聞ですね、斉藤さん。ハサミは良くないな。ちょっとですね、傷の具合が心配ですけども、場外ではセコンド同士がもうこれは収まりきれずに四方八方投げ合って一掃除ですけども、館内のお客さんはもうこのブルーの挟み攻撃でかなりブルー今日は9割の不安を味方につけてますけども、まあクリーンな試合決着が望めないとそういう感じの金網デスマッチですけども、しかしあまりこの挟み攻撃は私はっきりと嫌いです。この挟み攻撃が出てきます来ていますから、もう場外のですね、セコンド陣もやっぱ逆にヒートされてしまってますね。早くハサミを置いて戦ってほしいんですね。このハサミがドラム缶が出る間、もうセコンド陣は全然止まりません。バイソンが、メドゥーサが、井上京子が、バット吉永がリングの中のブルとアージャに負けずにと言っていいでしょう。右足で押さえたアージャの右腕をブルがついてます。これはまさしく今から13年前アブドラザブッチャがテリーワグに突き刺したあのフォーク事件を思い起こさせます。やめてくれ、ハサミはやめてくれ、ブルここで我慢できなくなった。もうメドゥーサがリングの中に入ろうとしますけども、井上京子が、そしてブルが追い払ってます。そしてここで
アジャのパートナーバイソンが何かロープをですね投げ入れようとしてますね。いても立ってもいられるというバイソンとメドゥーサ、この気持ちは分かります。2回目の課題マッチ、ブルとアジャ、今度ロープ、これはもうヌンチャクから恐怖攻撃のオンパレードですけども、さあこれはもうとどまるところを知らぬ果てしない怨念と言いましょうか、女の意地、獄門島のエースブル中野、そして獄門島破門された、いや自分で離れたアジャが、もうこれは2回目ということで完全決着を誓って今夜に臨みましたけども、スタートからですね、吉永あたりも自己主張するようになったね、これはもう2人以外のセコンド4人がもうリングの四方八方椅子攻撃、そして掴み合い殴り合いです。しかしあくまでもリングの中の勝負がメイン、本当です。教育攻撃に負けずにブル、そしてアジャが一進一退の攻防ですけども、なんとバイソンが投げたロープを今日はブルがまた好調なんでしょうか、本領発揮とでも言うべきでしょうか、今日負けたら引退してやるとも言ってましたけども、いやこれは何するつもりかね、カズさん、これ何でしょうか、嫌な予感がします、結びつけちゃったでしょ、嫌な予感がします、この間に、この間に金網をよじ登ってますけども、そうはいくかというブルが足にしがみついて、あーメドゥーサが何か角材のような長い棒でブルの肘をつきました。さあ今日はもうのレフリーエスケープで勝敗が決まります。アジャが、そしてブルが一進一退ですけども、今の段階ではどっちが優勢というのはもう愚問でしょう。愚問、はい、いや今ボーっと、あまりの凄さにボーっと見てしまった。え、何か言ってください。言って私はさっき言おうとしたけどもね、セミファイナルはどうでしたか。いやだってこれ技がどうとかなんとかじゃなくて、はい、ここからどこ行くのかなっていうことを考えたい。もうね、前回の対決もそうですけども、言葉ではもう超越してしまった戦いだと思いますね。激闘とかですね、スリルある戦い、一進一退なんていう言葉はね、全然この戦いをね、表す言葉としては物足らないと思いますけども、腕は完全にもうダメだね。ダメですね、アジャの右腕ですね。これはですね、もう画面を見て井上京子、今度チェーンだ。井上がチェーンを持ち返しました。紐もすごかったけど、チェーンもメドゥーサがですね、これがですね、ブルの手に入ってしまって、これを巻きつけて間にブルがエスケープするのか。ついにヌンチャクから長いロープ、そして角材から最後は金網です。投げる、蹴る、締める、叩く、どんな言葉も当てはまらないと思いますけども、これはもう喋らなくてはいけない。私半兵衛、どうにかして皆さんにこのスネルとサスペスト怖さっていうかですね、背筋がゾッとするような戦いなんですね。そして腕がもうダメでしょう、ダラダラですね、アジャは、はい、反対側 の金網から入ってきた金のチェーンを逆サイドのロープに結びつけてますよ、ね、とにかく置き去りにして、はい、エスケープすればいいわけでしょ、はい、もう腕はダメになってんだからそこまでしなくてもいいんじゃないと、まあ、そこまでするのが、はい、金網マッチなんでしょうね、まあ、前回ですね、アジャがブル中野の攻撃で87割です。ただのギロチンドロップじゃない、はい、これは今のはなんかかかと蹴りを落としてるってことだね。やっぱりこれか、57針で屈辱を合わされたブルが今回はもう右腕を目立たし、そしてリングの中に金
金網の中に置き去りにしてエスケープを狙うとするが、まだ痛めつける、痛めつける、まだ足りないでしょうかね。チェーンを使いたいんじゃないの、使いたいんですかね。縛っとくだけじゃ足らないでしょうかね、もう足らないでしょうか。いや、ここでやっとブルーを金網で縛っておいて、あー、ここでまたしてもあの黒の長いヌンチャク、ヌンチャクとでも言いますでしょうか、あれパイプじゃないんですね。なんか長いヌンチャクみたいですね。本当だ、あ、本当だ。またしても古傷です、これも効きます。あー、今セコンドの梅野京子にアジャが一撃しました。またリング外ではメドゥーサがリング内、そしてリング内、今日は6人の選手がこの金網ケージの中でバトルしてます。激闘なんていう言葉はもう当てはまりません。皆さんがこの目でこの試合を見て感じ取ってほしいと思います。レッスルマニピア90名イベントです。大変なことになっちゃったねこれ。これがまた先ほどの長いヌンチャクを逆に振る中野がアジャの右腕に、両者は右足、そして右腕に傷をかけた。これはもうパワーボムっていうより頭から落とすこと考えたね、ちょっとすごいな。これは今のは本当斉藤さんが言ったようにパワーボムなんていう感じがしません。頭から落としただけじゃない、これはなんだろう、ギロチンかな。わあ、あれ食らっちゃおしまいだ。相手100キロだ。ギロチンドロップを逆に返してブルアジャが、うわあ、ジャーマンというよりはこれも頭からだね。坂落とし投げ捨てました。ここで今日はなんかセコンドのですねアシストが試合を左右するような感じがすごく私します。今度は作材、はい、思い切ったことすんね、みんな。ここまで来たか、金網デスマッチ。なぜにここまでして戦うブルとアジャ、このシーンは2人だけにしか分からないと私思います。いや、2人ももう分かんなくなってるよこれ。そうですか、ちょっと実況ここまで、そしてこれからが見えません。トップロープ、これ狂気をトップロープ上がってますね。後ろからですね、井上京吾が影武者のごとく、あー、これはどうしましょう。井上京吾のアシスト変えてブル中野が振り落として、パン、あーんと、これもまた勝手に脳天坂落としです。タイマー20分過ぎました。この間にリング上での立ち回るアジア置き去りにブルがエスケープで、今金網を最後の左足が、いや、右、なんと立ち上がって、お前はジプシー城なのか、デンジャラスな、今祈ったブルが、お祈りギロチンドロップ。斉藤さん、お祈りギロチンドロップですね。これは中野の勝ちだ、ブル様の勝ちだ。ここは見えたでしょうか皆さん、私の声はごめんなさい、変えてしまいました。お祈りギロチンドロップがなんとロープ最上段、いや、金網で済ました最上段。そして今あれだけ完璧にやったら、はい、これはしょうがないわ、ブル様の勝ちは、はい、今クレオパトラ、ブル中野、金網の最上段からやっぱり経験が物を言ったかな、おかみお祈り、ギロチンドロップで勝利をものにしました。レッスルマニピアード90。でも、はい、ケージマッチはこれでやめといてほしいな。そうですね。どうしてかっていうと、はい、もっともっと、はい、力と力で戦えるみんななんだから。はい。普通の試合したいけども、斉藤さん、もっといい試合を。これじゃあんまりだよ、みんな。はい。ただ、まだまだブルさんの壁は厚かったわ。はい。まだまだブルの壁は本当に厚かった。はい。金網のレフリーデスマッチ、時間無制限一本勝負はブル中野がエスケープ方法で勝利を戻しました。まだまだここでアジャが天下をね取りなかったってことは、はい、まだまだブル中野の天下は続くね。はい、あの北斗であるとか、そのマリンウルフと、はい、カニウィンズとか、そういったあのトヨタたちの世代構想とは別の意味でね、はい、誰がこの形の帝王になるのか、はい、これはやっぱりまだまだブル様にはかなわねえや。はい、今夜はですね
レッスルマリンピアード90横浜体育館からですね、副音声ということで主音声とは違った内容で、そしてマニアックな解説、面白おかしく楽しく野次馬でお送りしました。皆さんどんな内容か感想をね、私も聞きたいと思いますけども、斉藤さん、今夜振り返りましてどうでしょうか。ちょっと待って、うん、今バイソンが何か言いたいらしいや。バイソンがちょっとアピールありますか。私は戦ってるということでしょうか。今度は叩きを取るのは今度はバイソンの番だな、これ、はい、バイソンはこうなるとバイソン対ブルも面白いぞ。新しい展開です。おめえアジアの勝てねえのに、お前が勝てるわけねえだろ。ブルはアジアに負け、アジアに負けるわけないのに、お前の中に負けるか、負けるもんかと見下してます。悔しいバイソン。そうでもないよ。だったらタックでやってやるよ。これはタグマッチでやるってことですか。刑事のタグマッチ、ええ、なんだかよくわかんないけど、あーここに北斗が来てしまった。これは一大ドラマだ。ここは南と大変だ。マリンウルも来たぞ。新しいドラマ、完全扉を開いた。そして片や豊田と山田が、これは大変だ。どうなるんだ全日本女子プロレースを。面白いじゃない、最高。ちょっと聞こうよ、うん、やっぱりね、うん、みんなが戦いの間の中に入った方がいいよ。うん、そうだね。どうしてかっていうと、みんな悪い言葉で言うと、何が手がんじゃのあるの、手がんじゃマリーウルフ。いい言葉で言うと、みんな切磋琢磨してるんだから、はい、マリーウルフとね、はい、お前、はい、ブル井上、それにトヨタ山田組、バイソンとアジャ、はい、これは大変な四つどもえ、五つどもえの戦いになるわ。なるほど。もちろん。そしてメドゥーザが、もうサバイバルマッチです。これは皆さん、バット吉永もメドゥーザもみんな入ったらいいや。ホッタもみんなもう戦いの中に入れ。自分以外は敵なんだ、みんな。それがレスラーの宿命だ。それにしても山田の頑張りもこれからきっと医者に止められても、斉藤さん、僕はレスラーに生まれてこなくてよかったです。でもね、医者に止められても、はい、これは山田は帰ってくる。そうですか。どんなに自分が戦いの前に関係なくても、なるほど、これは北斗と南鈴鹿は入ってくる。そうですか。やはりレスラーは自分以外は敵なんです。いや、だからね、うん、今回の今日のレッスルマリンピアード90が、はい、これまでの戦い模様の一つの終着点になるかと思ったわけ、うんうん、なるほど、なるほど。そうしたら、そうしたらとどまらない、ね、新たな再スタート地点になってしまったわけよ、うん、新しいスタートが、はい、この横浜部が体育館で、そしてこのケージマッチ、この金網の中で飛び上がる。この戦い模様が面白くなってくるのはこれからじゃない、はい、まだまだこれからじゃない。これはもう誰が誰を、ね、どうなってるか全く分かりません。今度はメドとブルでしょ、はい、誰でもいいからもうやったらいいわ、っていうのは、決めるって言ってます。ブル様、やっぱりね、世界一という言葉が出ました。ブル様だけが残ってるわけですよ、はい、黄金時代から。畑さん、はい、髪切りですね、今聞こえましたね。もうここまでエスカレートしたらやるしかないんじゃない。はい、髪切りと言ったらクラッシュガイズの中代と極悪の名の、ちょっと、はい、中野コールって生まれて初めて聞いたわ。はっきり言うけど、中野は今現在この、あのね、実力は平均してるかもしれないけれども、はい、あの陳腐な言い方かもしれないけど、やっぱり役者はブルが一枚上だったかなということ、今日のところは。そうですか。だからこそまだまだ乗り越えなければいけないわけよ。わかりました。役者はブル中野ということで、うん、これでまた今までのページに、はい、が終わって、はい、今日から新たな1ページが生まれたと思えば、はい、アジャは負けてもまだまだ終わってない。